新日本石油エネオスから、まあ、大学社会人ドラフトで入ってきたルーキーです。キャッチフレーズで言いますと俊足堅守広角打法ということなんですが岩崎、最初のデビューはまずダイソーです。まあ、その通りじゃないですか。さあ岩田、ツーアウトから掴んだチャンス。まあ、これね、今日のゲームどういうふうにこうなっていくか分かりませんけどもね、はい、あの絶対に短期決戦で打たせてはならないバッターっていうのが仮にいたとしますよね、はいはい、そのバッターは絶対打たせちゃいけないですね、はい、ジャイアンツで言ったら高橋由伸、今日なんかきっちりと抑え切ってますよね。そうですね。これで岩田をきっちりと抑えれればね、まあ、多少ねまた違ったものがね出てくるんですよね。なるほど。次の日のゲームにですね、はいはい、空中イレギュラーとか言いますけどね、はい、これはねちょっとタイミングがね本当にねもう本当しもう今の私はねやっぱり取らないといけない打球だと思ってますけどもね。ジャイアンツの選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー野間口に代わりまして林、結局野間口降板、林と今コールされました。今立浪に肩を叩かれて静観した岩崎、これ先輩にまだ何か注意されてますね。まあ、その状況において帰ってくるのはいいんですけども、まあ、いろんなものがあって、まあ、こういう状況の時にはこういう判断、こういうリードオフこうだよ、当たったらこうだよっていうものをね、あー、まあ、これコーチに言われるよりもやっぱこういうね、まあ、リーダー的な選手に言われる方が効果的ねって言いますかね。そうですか。まあ、ありますよ。20年目の立浪が生還してきた初めてこの公式戦の舞台に立った岩崎にドラゴンズの強さの一端。